はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は年末がマジで忙しすぎるということで、まあたくさんのイベントが来るんで、今回はそちらを一度に紹介していきたいと思います。はい、というわけで、まあこんな感じですね。むちゃむちゃ来てんすよ。まずはこちら、まあイベントとは関係ないんですけど、一等がお出かけ便利ツールのやつが更新されたということ、あとはこちら、新春ぴょんと跳躍福招き、これが12月28日から、で、同時期になんとこちら、新縁のトガビトフィーバー、これも来るんで、素材がいつもの2倍手に入る。最近だとアウルモッドが追加されたんで、前回のトガビトフィーバーよりもやることが少し増えている。まあさらにこちらイベントとはまたあんま関係ないんですけども、12月26日からこれショップに新しいものがたくさん追加されるっていうこと、あとは年末ではないんですけども1月31日からまあこうやったゴールドマンマックスが出ると、であとはこちら24日から明日ですね、メタルフィーバーが出ます。さらに12月27日からはこれ川柳選考会ということで、でさらに年末にはね、こうやってドラゴンクエスト TV もあったりとか、まあ、今日から血の祝祭が始まるとか、まあ、とにかくイベントの数がとてつもないんで、まあ、今回はこれ一つずつ、まあ、どんな感じなのかっていうのをサクッと紹介していきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは一つ目ですね。こちら福引き書更新、12月27日からこれがですね、一等が更新されて新しいものが出るといった感じです。まあこんな感じのプリズムが出るってことですね。フェザーチェアプリズム、まあかなり光り輝いていて、さらに空を飛ぶこともできるらしいので、バージョン6は対応しております。でこれに伴って、これまで一等にあった船舶管理局の家、あとはグランゼドーラ酒場の家が一等から二等に交換されて、さらに二等のアイスバープリズム、あんまり人気なかったですけど、まあ、これが2等から外されてしまうということです。一応夢のかけらで交換できるんで、まあ、その辺は安心してください。で続いてこちら年末イベント、新春ぴょんと跳躍福招き、こちらが12月の28日から1月の8日までということで、まあ、約10日間やるそうです。まあ、前回もやりましたね、この大人の女性のそのエルフ女の人が来て、まあ、それで現地に行ってなんかもろもろバトルしたりとか、なんかおみくじ引いたりとか、まあ、割とこうボリューム的にはかなりギュッとしたようなイベント。今回もらえるのがこんな感じの袴と、あとは振り袖っつうことで、なんか見た目があれっすね、なかなかにこれまでにないようなそんな感じですね。だったらギュッとウサギ、前回が虎年だったんで、虎だったんかな、虎年だっけ、まあよくわかんないけど虎もらえましたね、ギュッと虎みたいな感じのやつ、まああんな感じのやつで。でさらにこちらイベント会場の東の広場では、1月1日の0時18分頃にとても美しい初日の出を拝むことができるそうです。まあ夜中なんでこの辺注意しないこと、初日の出といっても日付がまたいで18分後ということで、なぜ18分なのかわかんないですけど、まあどうなんでしょうか。まあとにかくなんかゲーム内で初日の出が拝めるということなので、まあ、皆さんぜひともやってみてください。だとはまあこんな感じの傘とか、これいいですね、なかなかいい和傘で、さらにこんな感じめちゃめちゃめでたい祝い台だって、だこれがもらえるらしい。だとはこんな感じの家具結構いいですね。やっぱなんか最近無課金とはいえど、むちゃむちゃクオリティ高いのがたくさん来てるんで、すごく嬉しい。あとはそれに同時で、なんか年末年始の期間限定テーマがあるっぽいので、写真とか投稿しましょう。あとなんか背景がもらえるらしいですね。まあ、この辺も、まあ、あんま欲しい人はいないと思うけど、まあ、とにかくこういうのあるよっていうこと。で、次はですね、新縁の常闇フィーバーということで、これもまあ約10日間、まあこちら28日から1月8日まで、ルベランギスとアウルモットの報酬が2倍になるということで、前回はルベランギスしかいなかったんで、1回きりだったんですが、今回はアルモットもいるんで、まあ、多少なり前回よりはやることが増えています。4人バトルの初回時、8人バトルの初回時に2倍になるんで、まあラクリマとかその辺だいぶ集めやすくなるかなって感じで、まあ、結構ね個人的には嬉しいイベントですね。前回はやるのがねあまりにも遅すぎたんで何とも言えない感じですけど、今回に関してはラクリマ結構欲しいじゃないですか、まあ、なので結構嬉しい。で1日の区切りなんですが、6時から翌日の5時59分まで、まあ、要は6時になると毎回更新されるんで、それまでにはやっておきましょうということです。でせっかくなんでこちら新アイテムとかその辺も見ていきましょう。スノースター衣装セットのむちゃむちゃあれっすね、女性向けな感じのドレスアップですね。最近なんか男向けのものがあんまり出てないんで、最近なんか女性向けの方にかなり力を入れてるのがわかります。まだこんな感じに、いやーすげえ光り輝いてんな。まあ、こういうのもらえるらしい、もらえるというか買えるようになるらしい。あとはスノーニット帽、これむちゃむちゃいいっすね。これも結構欲しいかなって思いました。まああとはもうみんな忘れたであろう大富豪トランプもまあ買えますよっていうこと。あとは新作ハウジングアイテム、東洋風家具セット。
こういうの見てやっぱプロはむちゃむちゃ嬉しいんだろうなって思う。あとはこちら再登場アイテム、仕草書アラマー。これが珍しく早めにハッピークジのアイテムですね。まあこれがまた出るよって話、まあ買えますってことですね。あとはウィンターギアセット、これはイベントでもらえたやつですね。あとは恒例のなんか福袋、なんかいろいろ入ってるらしい。まあただこれ買うぐらいだったらなんつうか自分が欲しいやつ買ってった方が結局最終的なコスパはいいのかなって思うんで、なんとも言えないです。であとはショップポイントももらえるようになるんで、ウェニナードでもらいましょう。でこちら旅するゴールドマン、まあこれなんですが1月31日までって書いてありました。まあこれなんですけども、ちょっとさっき読み間違えまして、1月31日からじゃなくて1月31日までですね。なのでイベント期間としましてはむちゃむちゃ早い、もう25日あさってからやりますということ。まあ割と最近にやったイベントなんですけども、ゴールドマンマックスがどっかに出現するよってこと、まあ昔都市伝説だったキャラクターが、まあそれがちゃんと公式で発表されて、それでちゃんと出てくるってことですね。で1回目話しかけるとですね、黄金の花びらがもらえます。で今回2回目以降ももらえるようになりまして、ゴールドストーンとかウルベア金貨とか金塊とか、この辺のいずれか一つがもらえるようになるらしい。まあ初回のボーナスがかなり嬉しいっすよね。これ10万ゴールドもらえるんでむちゃむちゃ嬉しい。で今回3回目かな、メタルフィーバー、これがですね、まあ大体10日間ということで、24日から1月3日まで連ドアにてメタルフィーバー香水をかけてもらうことによって、まあ、メタ菌がかなり出現しやすくなるということで、メタルフィーバーの香水とその他の香水は併用できないので、まあ、なのでこの辺は注意してください。まあ、あとはこちらアストリティアあるある川柳選考会、まあこれに関してはまあ別に何かもらえるってわけではないんすかね。一応作品例がありますね。まあ、こんな感じの写真を撮って、メギ扉、花壇に入る気まずさよ、ということで、もう、なんていうか小学生が考えそうな感じですけど、まあ、あくまでもね、作品例なんで、まあ、こんな感じのものを作れということですよ。で、メイキング画像例、花壇とキャラクター、旅の扉の配置に気をつけました、らしいんですけども、何に気をつけたのかいまいちよくわかりません。で、今回コンテストで、まあ、なんか景品があるっぽいですね。なんかトロフィーがもらえるらしいですね。で、あとは、なんか、お知らせ優待券、街角掲示板のお知らせ広場で使える優待券、これがなんかもらえるのかな。まあ、要はいつもなんか、掲示板に載せるためには、100万、200万ぐらい払わないといけないんですけど、それはまあ、無料でできるということで、まあ、ありがたいっちゃありがたいですね。そうやって写真好きの人からしたら、まあ、かなり嬉しいんじゃないでしょうか。で、応募作品に関しては、Twitter からなんか一部見れるらしいんで、まあ、この辺も興味ある人はチェックしてみてください。一応、注意事項。応募者全員への参加賞はありません。まあ、適当なやつやっても、まあ、意味ねえよってことですね。ちゃんとガチでやんないともらえないって話。まあそんな感じで、まあもろもろあるんで、まあとにかく適当にやっても、まあ何ももらえないということです。で、続いてこちらですね。ドラゴンクエスト 10TV ということで、まあ忘年会スペシャル。今回はなんかあるんですかね。なんかしらの新情報みたいな。毎年この時期になると大体忘年会スペシャルやるんですけども、たまーにっすね、なんかちょっとおこぼれがあるんですよ。まあ、例えばバージョン7はじゃあいつになるとか、バージョン 6.4 はじゃあどれぐらいになりますかとか、まあ、そういったね、ちょっとしたおこぼれがあったりするんで、まあ、これね、見といてとりあえず損はないと思う。何もなかったらもうドンマイ。まあ正直見たとしても、なぜか俳優の人たちが内輪ネタでなんかこう、もろもろやるよって話なんで、まあ、正直なんか全然運営とかに興味ない人が見ても、なんか本当に面白くないと思うんで、俳優の人に興味あるとか、初心者大使の人に興味あるとか、なんか運営の人が出てたらなんか面白いっていう人、そういった人たちが見てみるといいんじゃないでしょうか。ちなみに書いてありました、プレゼントの呪文やコメントプレゼントも大放出、お見逃しなくということで書いてあるんですが、大丈夫、この辺ちゃんと俺がまとめるんで問題ないです。誘導するようでなんか変な感じなんですけど、俺のチャンネル見てください。開催期間は12月26日20時から。一応ニコニコ生放送で見るとなんかもろもろもらえるらしいんで、まあ、ぜひともこの辺まあもらっておきましょう。あ、今回プレミア会員のやつが結構いいですね。メタル迷宮ペア招待券が10枚ももらえるんで、これはまあ忘年会の特別って感じですね。いつもだいたいこの上の3つなんで、まあ、なんとも言えないですけど、今回これ10枚ももらえるんでいい感じ。まああとは本日から始まるこちらの血の祝祭、これも一応見ていきましょう。これなんですが、開催日時がですね、まあ、たくさんありまして、とりあえず1月3日までやるんですよ。受付が開始前の30分前ですね。まあそこで受付してもらって1日2回やるみたいな感じですね。まあ12時と21時、まあこれが全部変わらずと思いきや、なんか23時になっていたりとか、あ、なんならね、1日1回しかやらない日があったりとか、ちょっとよくわかんないですけど、まあそういうことらしいで、まあ参加したい人はぜひとも
このスケジュールを要チェック。30分前にちゃんと受付してくださいね。そうしないと入れないから。参加手順は一応書いてあるんで見ていきましょう。ステップ1、まずは受付します。すると10周年茅野祝祭の参加券が手に入ります。そしたらステップ2、イベントを受付期間中に獅子門、木陰の集落、まあどこでもいいですけど、まあ、その辺にあるこちらのキルルというキャラクターに話しかけると茅野城祭に移動できると。ステップ3でイベントが開始されるんで、なんか問題出るんで正しいと思う番号に行けっていう話。報酬に関してはこんな感じ。今回は参加賞で10周年の福引券がかける10枚、さらに福引券が5枚。全問正解すると、まあ、10枚は変わらず、福引券の枚数だけが変わるみたいな感じですね。まあそんなに大差ないので、なんか全問正解できなくてもなんか落ち込むことはあんまりなさそう。でなんか今回茅野祝祭の問題を大募集したところ、なんかその人ら、まあ要は素晴らしい問題を提出してくれた人にはこのトロフィーもらえるらしいんで、まあ今回どうなんすかね。毎回思うんすけど、例えば電車の車両は何両でしょうとか、考えてもわからないような問題ってたくさんあったんですよね前回。まあなので知っていないことには間違いなく答えられないみたいな問題多かったんで、まあ、今回はちょっと考えたら少しヒントがちょっとねこうひねり出されるみたいなさ、知らなくてもなんとか答えに導けるようなそういう問題だと嬉しいですね。まあどんな感じなのか、まあこの動画を撮った後に自分参加しに行きます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは年末のイベントがとても忙しいので紹介してみました。マジでなんか詰め込むようにたくさん出してきましたね。まあこの後ね、だって年末といえばさ、ドラゴンクエスト10だけじゃなくてリアルの用事だってあるわけですから、大掃除したりとか、なんかおせち食べたりとか作ったりとか、出かけたりとか、初日の出見に行ったりとか、まあ結構忙しいわけじゃないですか。なのでその前にやることがたくさんドガッと来てしまうんで、もう必死にね頑張って終わらしましょう。もたもたしていたんじゃすぐ終わっちゃいますから、まあ、つうわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。